はい、皆さんこんにちは、もちこです。ちょっとね、玄関先なんで静かに喋ってますが、本日はですね、お正月休み中で家にね結構長くいるんですが、もうね部屋の中が荒れ放題ということで、あの玄関とかね、うさちゃんとかモルモットがいる部屋以外ではあまり撮影しないんですけど、今日はですねちょっとこの荒れた家の中をね撮って、掃除を張り切ってやろうという、もうねちょっと物が増えすぎて部屋片付けなきゃなっていうのもあるんですけど、これはね仕事行くとき用のサンダルですね。もうちょっとね真冬なんでサンダル寒いんだよね。とりあえず靴はでもまあこれとこれだけ出てる。下駄箱の中どうなってるかな下駄箱の中もそんなに靴ないね。あ、靴ない。あ、ちょっと靴、そう、私仕事がね産業廃棄物収集運搬っていうんですかね、安全靴をね普段履かないといけないんで、去年まで履いてたやつね捨てちゃったんで、これ出しとかないと忘れちゃいそうですね。出しとこう。はい、あと長靴とかね、もうスッて履ける靴しかない。傘も2本、ゴキジェットここはまあそんな汚れてないですけどね。はい、ルームツアーなのこれは。はい、で廊下もうやばいですお風呂場ね、今ねモルちゃんのマットを払うためにマットを払ったらすごいことになってる。ちょっとお風呂場やめとこうかな、映っちゃうかなすごいんですよ。サンポール、これ結構重要。洗面所ですね、洗面所にもねミッフィーいます。ダンボールはい、これもね車で使う膝掛け、これもうさちゃんですね。踏み台に使ってたんですけど、もともと椅子なんだけどね、最近ミッフィーの福袋でゲットした踏み台踏み台ってなんて言うんだっけ、もうちょっとおしゃれに言う、ミッフィーゲットしたんで。はい、これねチャームさんで買ったチモシーの ISO ってなんだ、これこれがいいか。はい、チモシーね、最近うさぎの専門店、うさぎ専門店でねチモシー購入したんで、こっち今使ってないんですよね。専門店で買ったねチモシーがなくなったらまた使うと思うんで、ちょっと廊下に放置してる。はい、これも片付けないとやばいね。はい、今日ねお昼ぐらいに起きたんでね、これからね掃除しないと。でここ昨日夜並べたんですけど、これねハムスターの床材に使うシュレッダーでね細かくして使うんですけど、ここのね隙間からめちゃめちゃ冷たい風が入ってくんですよ、ペットちゃんの部屋に。なんでね昨日夜これとりあえず並べてみた、これでも全然違うと思う。でもこっちに入ってく部屋のここの隙間からまた冷たい風がね出るんで、こっちも塞ぎたいけど、こっちはねよく出入りする扉なんで塞ぎようがないんですよね。はい、もうこっちもっと汚くなって、はい、で玄関入って廊下通ってくると、ここになんか人参置いてある。人参小さく切って、はい、皆さん最近ねアクアリウムコーナー撮ってなかったけど、細かいのがめちゃめちゃいるの分かりますか。グッピーのね赤ちゃんまたさらに生まれたんですよね。はい、赤ちゃんだけで今30匹ぐらいいるかな。で昨日水槽のお掃除にね来てもらって、来てもらってっていうか一緒にやってくれる人がいるんで来てもらって、苔取ってもらって結構綺麗になりました。でねこっちには
ウパルパの愛ちゃん、最近なんかご飯の食いつきが良くなくて、さっきね冷凍の赤虫入れてあげたんでそれ食べてますね今。愛ちゃん、愛ちゃんご飯たくさん食べて、後でね食べ残したやつ拾っていきたいと思います。お正月から大忙しよ。今日3日だけど、昨日ね映るかな、その方がね映らないね。どうしたらいいんだろう。新しい家族がね、ザリガニシザーの稚魚見えないね。シザリさんがねうちに、あこれなら映るか、やってきました。かわいいの、なんかエビって呼んじゃうんだけど、名前はね一応シーちゃんっていう名前にしようかなと思ったけど、なんかエビって呼んじゃうこのエビかわいい。でここにもねシザーの赤ちゃんいるんですけど、タッパの中にね今ね、なんかこの子は手があんま片方ないとか、でも復活するんですって。脱皮をね繰り返す間に手生えてくるよって言って、でこっちの子はね脱皮したばっかだから 2日ぐらい餌あげなくていいよって。ねザリガニのことまだ全然わかんないんで、2日ご飯あげなくていいんだ。ちなみにこの入ってる水草のアナカリスが入ってるんですけど、アナカリス食べるんですって。不思議ザリガニさん、何でも食べる、余ってるね餌とかも食べてくれるそうなんでいいなと思って、今餌こんな感じでね、朝ね実はねちょっと撮影するのに多少これでも並べたりしたんですよね、うん、これもともとねウーパールーパーにあげてたご飯なんですけど、最近ね大きくなったのでこれじゃなくて、食べ応えがなくて最近食べないのかなと思って、キャットミニキャットからキャット、これも買ってみました。で、アイちゃんね、これもパクパク食べてくれるんですけど、なんかね、まだね、心配で、これはね、ニコペットセア店さんの方で購入したウーパールーパーの餌、これはね、一回も食べない、一粒も食べてるとこ見たことない。これ赤虫、乾燥したやつですね。これいいなと思ったけど、誰も食べないんだよねでもザリガニさん食べてくれるそうなんで、よかったなと思って、はい。これプレコちゃんの餌ね、プレコメインの水槽にね、2匹入って、2匹、3匹入ってるのかな。コリドラス、これはコリドラス結構いるんでね、4匹ぐらい、下の水槽に4匹、こっちもなんかちょっと濁ってるんだよね。ここはメダカとグッピーとコリドラスか入ってますね。白いコリドラスと、なんていうんだっけ、白コリと、あと昨日ねゴールデンアップルスネイルっていうね、ここにいる大きい貝いるんですけど、すごい大きいんですよ。触覚が水槽の半分、3分の1ぐらいある。このネオンテトラも結構でかいんですけど、それもさらにすごい大きさで、なかなかいないよこんな大きいゴールデンアップルスネイルは、なんて言って。でここにね新しいゴールデンアップルスネイル入れたんだけど、今見えないですね。昨日ね3匹ゴールデンアップルスネイルもらったんで、そのちっちゃいのがねここにいますね。かわいいんだよこのゴールデンアップルスネイルって。はい、ここがねだいたいアクアリウムコーナーですね。アイちゃんの線じゃまだね、アイちゃん、ウーパーちゃんが一番かわいいかなやっぱ大きい方がなんかかわいいですね。ゴールデンアップルスネイルもかわいいしね、動物もね太ってる方が好き、はい、ザリガニさんもねなんかやっぱエビが大きくなったみたいで可愛いですね。はい、アクアリウムねウーパーとかやりたいんだけど撮れてないんで今日まとめて、はい。でちょっと危険コーナー、私のねパソコンやるコーナーとかあるんで、もうこっちほんとぐちゃぐちゃ、ちょっと一回切ろうかな。はい、ハムちゃんもね30日に大掃除したんで綺麗な方なんですけど、
ね、これあの参考紹介さんの、シャイニーか、シャイニーっていう刑事、この子だけ大豪邸に住んでるポコちゃんですね。ああ起きたポコちゃん。これはねイベントで、これはねって言っちゃってごめんねポコ。イベントどこだったっけな、みなとみらいのイベント行った時にねこの子を見つけて買ったんですけど、このハムスターね、あの初めて見たんですよ私、この原種に近い色のハムちゃん、まあ、すごい珍しいハムスターだなと思って購入したんですけど、これ原種に近い、まあ、結構オーソドックスなカラーだったみたいで。ポコちゃん起きてきたの、ポコちゃんおはよう、バナナ欲しい、バナナね昨日あげたんでね、すごい喜んで食べてた。バナナあげよっか、じゃあバナナあげようね。はい、昨日こんな感じでねバナナをねあげて、あ全部持ってっちゃう、ダメだよ全部は全部はダメだよ、かわいい、かわいいね、あんまりねあげすぎると太っちゃう気がする。この子ねもうやっぱ出産したらちょっと太っちゃったんでね、美味しそうに食べてるね。ポコちゃん美味しいですか、もう食べ過ぎじゃない、ちょっとバナナあげちゃおうかな、包丁で切ってこようかな、丸かじり、おいしい？おいしそうだね。はい。いらない。もういらないですか？はい、いらないみたいですね。はい、結構みんなにね、あげてると時間かかっちゃうんで、バナナ中断しました。今ね、昼間なんでハムスターだいたい寝てるんですけど、この子誰だろう？ピンクマちゃんですね。ねんねんしてる。ティッシュの箱ね、たまに、あのビニールの部分取ってね入れてあげると、こうやってかじって遊んだり、この子は巣箱にしてますね誰だこれは、ちょっと誰かわかんない、わかりません、ねんねんしてますね。はい、お邪魔しました。はい、で一番床の部分にねいる、一応うち3段になっちゃってるんですけど、床にいる部分はねこの100均で買ったマットをね一応あの寒さ対策で引いてます。部屋の中一応エアコンついてるんで、あ窓開いてた、そういえば喋ってるなって感じで外からまあいっか。この子もねキンクマちゃん、さっきの一番最初のポコちゃんが産んだ子供ですね。ねんねんしてる、ねんねん、餌ないねん、食欲旺盛、若いから一人だけ起きてるね。この子ねもうねちょっと痩せちゃって、もういつ死んじゃうんだろうって感じの子なんですけどね。本当はねもともとこの毛色、シルバーの毛色をね残したくて繁殖したんですけど、やっぱねポコちゃんだっけな、若い女の子にねポコちゃん見せたら嫌だってハムスターもやっぱ若い子は若い子がいいみたいで違うかもしれないけど、嫌だっていう、ね、もうちょっとねムチちゃんが痩せる前にねあの合わせたんですけど、嫌だって言ってましたじゃあしょうがない、やっぱそうだな、若い子には若い子と思って若い子とポコちゃんが結ばれたんですけど。はい、次これもポコちゃんの子供ですね、キンクマちゃんですね。いろんなね毛色が出てくるんじゃないかっていう期待を込めてね繁殖したんですけど、キンクマちゃんがね5匹のポコちゃんと同じ原種の色が1匹で、なんかうちキンクマちゃんだらけになっちゃう。もともとねキンクマちゃん好きなんでいいんですけどね。はい、ハムスターのねケージの上にねあのアクアリウム用品が置いてあるっていうこれ片付けないと、コケクロスこれ買ってみたんだけど、昨日アクアリウム教えてくれてるね指導してくれてる人がそんなのいらないよって言ってコケ掃除してくれました。フィルターを小さくね切ってそれでいいって言って、はい。でキンクマちゃんのロン毛の子ですね、もうね1歳半2歳ぐらいになるのかな、お年寄りです。すごい可愛い、おっとりしてる子。はい、次行きます。はい、この子もねキンクマちゃんのロング
この子はね、今ね投薬中ですね。毛にね、なんかフケみたいなのがついてて、まあうちに来た時からフケだらけだったんですけど、たまにね水じゃないお湯で洗ってあげるとね症状収まってたんで、それで対処してたんですけど、もう一匹の子はね治ったんですけど、この子は治んなくて今投薬中で、でもそのダニの薬を飲ませるとすごい嫌そうにするんでね、もう1ヶ月ぐらい飲んでるんだけど、かわいそうで、お医者さんに聞いたら苦いとかではないらしいんですよね。ちょっと油っぽい感じだって、濃度が高い。こんにちは。見えませんね、寝てる。これポコちゃんと同じ毛色の子が確かここに入ってた気がする。はい、嫌われちゃうからね。あ、違う、ここにポコちゃんと同じ毛色の子が、ポコちゃんのね子供なんでポコミちゃんって言います。女の子だし。ポコミちゃんおはよう。若者のハムスターですね。はい、本当は部屋のお部屋の紹介、汚れ具合をね取りたいと思ったけど、はい、この子だけ今小さいケージに住んでるんですよね。今日引っ越し予定です。はい、ポコちゃんは新しいシャイニーにね引っ越してもらったんで、今グラスハーモニー450が空いてるんでね、45だったっけな、450か空いてるんで、そちらにね今日引っ越し予定です。やっとねこの狭い家から解放されるよ。ほんと狭いんだよね、かわいそう。もうちょっとね小さかった時はそんなに気になんなかったんだけど、もう大きくなってきたんでかわいそう。はい、今日大きいお家にねお引っ越しです。ちなみにこの子めちゃめちゃ私のことね、手がまだ怖いみたい。あ、そんなそうでもない、やだねやだね。はい、お腹空いてんの、昨日ちょっとご飯あげるの早かったから。はい、次お姫ちゃん寝てる。みんなハムスターは寝てるこの子がお父さんか、お父さんの熊尾くん、変なとこで寝てるね、端っこで。なんか毛づやが悪いんだよねこの子。ちょっと 年始ね病院なんか変だから。はい、っていう感じでね、ここにシュレッダー、はい、この前購入したやつね、まだやってないもう、はい、ちゃぶ台で、今モルモットのモル広場がこんな感じでなんか倉庫みたいになっちゃってますね。あとミッフィーちゃんミッフィーちゃんこれもらったんですよ。はい、ミッフィーだらけ、ミッフィーだらけコーナーに行こうか。もうなんかここもごちゃごちゃしてる、タンスの上。ミッフィーミッフィーミッフィー、これもねいただきました。まだね使ってない、なんか顔乗せると茶色くなりそうだから。はい、でこたつね、ここで私座って、ちょっとテーブルの上汚いんでパソコン、お金置いてあるしパソコンがあって、はい、隣の部屋がね、はい、カバンもミッフィーですね、島村で買ったやつ。はい、じゃあ隣のね、これからねお掃除しなきゃいけないモルちゃんとかウサちゃんがいる部屋にね、はい、そのままもうスーッと、はい、もう超汚いですよ、超汚い。はい、これから掃除。ロイヤルちゃん、ロシアンスモークモルモットの女の子ですね。はい、かわいいね。プーちゃん、プーちゃん、かわいいかわいい。爪切らないとね、プップー。はい、その隣にね、はい、タンタンくん、おしっこ飛ばし名人ごめんごめんおしっこ飛ばし名人。はい、昨日ね、牧草フィーダー割れちゃったんですよ、そういえば。はい、こんな感じでね、ここにね牧草がチモシーが入ってたんですけど、上からね餌箱落としちゃってタンタンに当たんなくてよかった。真っ二つにね割れちゃいました。で、ジェックスさんのね牧草フィーダーっていうの、福
ック袋にね、はい、これでたっぷり牧草フィーダーね、タンタン君のお部屋に取り付けたんですけど、やっぱりね、牧草フィーダー絶対食べづらいと思うんだよね、うさぎちゃんね。今チモシー全然入ってないけど、こうやって残ったやつも食べられないし、やっぱりさっきの陶器のやつがね、私はいいと思うんで、すぐ買ってきますタンタくんすぐ買ってきます、ごめんなさいね。はい、おもちくんですね、お掃除待ちだよね。ご飯はあげました。はい、ミミちゃん、うちで生まれたね、男の子のミミちゃん、最近はもうね大人になってきたんでね、タンタンくんと一緒でおしっこちょっと飛ばします。まだパパほどじゃないけどねって、僕ももっと遠くまであっちにもこっちにもおしっこ飛ばせるように修行中です困る困るんだけど、しょうがない、はい、しょうがないよね。はい、これも福袋に入ってたうさちゃんのおもちゃですね。中にね入っていくのはねモルちゃんだけうさちゃん入ってかない、プーちゃんはねすんごいへっぴり腰で入っていくの、すごい怖いみたい、臆病なんだなと思って。ロイヤルちゃんはタタタタタって入ってきますねはい、ジャスミンちゃんとベンジャミンちゃん、ピーターラビットのねベンジャミンからお名前取りました、色が一緒だし、垂れ耳のねベンジャミン。そしたら昨日ねベンジャミンっていうお花、男の子じゃないのにベンジャミンってつけたらかわいそうだったかなって言ったら、ベンジャミンってお花だからいいんじゃないっていう、お花なのと知らなかった。ジャスミンもお花らしい、ジャスミンは知ってたんだけど、ベンジャミンかわいい、早くお掃除しろよってごめんなさいはい、みーちゃんです。みーちゃんもね31日にお掃除したんだけど、もうなんかだいぶ汚れてきちゃったね。今日ここの下のね、このあごめん、これをね外して洗えるんで洗っていきたいと思います。みーちゃんだけちょっとさっきね下のシート変えたんですけど、はい、でこのままねお掃除していこうかな。ハムスターの引っ越しとかもしたいんだけど、ちょっと長くなりすぎちゃいそうなんで掃除だけねしていこうかな。ちょっと着替えよう私。はい、一応ルームツアーみたいな、ルームツアーでいっかこれはい、うさぎペット今何匹いるんだろう、20匹ぐらいのルームツアーですね。間取り的には部屋2部屋しかないですね。はい、お風呂とトイレは別で、そんな感じです。お正月なんでね、ゆっくり掃除もお世話もできるんで、ちょっとゆっくり寝すぎました昼もう1時ぐらいかな。はい、はーちゃん紹介してないじゃん。はい、モルちゃんの横にねモモンガのはーちゃんいます。最近買ったね新しいポーチで今寝てくれてたんで、古いポーチはね洗濯しようと思ったけど穴開いてたんで、もうゴミ箱にね捨てちゃいました。この辺のタオルとかも洗いたいんで、どうしようかな、まあ、とりあえずルームツアーっていうことでこれで一旦終わりにしようかな。はい、それでは皆さんご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。